酒見神社の岩船なんですが、こちら、漢字がそうっていう字になってます。船ではなく。これをね、神主さんに、ね、ちょっと聞いてみたんで、手前の支柱には、石柱ですね。こちらには、船って書いてあるんですね。でも、奥の方には、そうっていう字を書いてあるんですけれども、これ理由を聞いてみました。で、こちらですね、もともとは、こちらお酒を作ってるんですけども、その時に使われていた、要は槽ですね。浴槽みたいな感じです。バスタブみたいな形で、ね、を本当はしてた槽なんです。で、これがなんか、まあ、薬になるという話がなんか出たらしくて、昔の人はですね、ガリ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 と削っちゃったんで、昔はこの浴槽みたいな形だったものが、まあ、このようになってしまったというふうに聞きました。これが、まあ、聞いてみないとわかんない話ですね。まあ、このようなことをね、カネさんとお話ししたりすると、もっと神社をね、楽しめると思います。